今回ベルギーに移籍するのを決めたのは、やっぱり今回ワールドカップを経験してっていうのもあったし、もともと自分は海外への挑戦をしたいとずっと思っていたこともあって、で今回ワールドカップを経験して、その中でやはり外に出なければ自分のやっぱプレースタイルなどももっと磨かなければ上にはいけないと思いましたし、もっと世界を常に日々の練習から相手にして戦いたいと思ったし、もっともっとレベルアップしたいと思い移籍を決めました。今回、ベルギーから、いいお話を聞かせていただいたんで、その中でベルギーというリーグでいろんな話を聞いた中で、やっぱスピードもあってパワーもかなりあって本当に激しい試合が多いと聞きましたし、そういったものを僕は強みとして今日本でやっている中で、多分ベルギーに行けばもっともっと強い選手もたくさんいると思うし、その中でも自分の強さっていうのをもっと磨くためにもベルギーへ行こうと決めました。あいつとも連絡を取り合って、どんなリーグなのかなんかも聞いたりしたし、そこで言ってたのが本当にスピードがあってパワーが本当にあるし本当に激しいと言ってたんで、本当僕のプレースタイルなどももっともっと磨く場所だと思うし、あいつとまた一緒のリーグで戦えるってことも本当に嬉しいですし、本当に縁があるなと思います。もうあいつはオイペンの英雄なんで、そこはやっぱり昔から一緒にやっててもゴールへの嗅覚っていうのはものすごいものを持ってるし、やっぱり大事なところで決めきる力っていうのはあれほど持ってる選手はなかなか見たことがないので、本当そういうところは気をつけたいと思いますし、どういうプレーをするのかも昔からも知ってるし、そういったものをうまく消していきながら、楽しく試合をやれればいいなと思います。かなりありました。ワールドカップに行って、世界のトップレベルの試合を、ベンチから見る形でしたけれども、ピッチには立てなかったけれども本当に高いレベルでみんなもやってたし、やっぱこのままではいけないなと本当に思って、そういうのもあって移籍を決めましたし、やっぱあの舞台へ4年後は必ず自分が主力として出るんだという決意もしたし、その成長のためにしっかりとベルギーで結果を残したいと思います。やっぱり、ベンチにいるっていうのは本当に悔しくて、目の前で試合をやってても本当に出れない悔しさっていうのが、試合をやるたびにどん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 大きくなっていったし、本当に日本のために自分が少しでも助けになれたらという思いでやりたいなとも思ってましたけども、試合に出ることはできなかったですけど、やっぱりベンチはベンチなりにやることはたくさんあったし、学べることもたくさんあったと思うので、チームが団結しなければ試合には勝てないと思っていたし、ベンチだろうが関係なくチームのために戦おうと思ってました。先はもっともっと僕は上に行きたいと思ってますし、そのためにもまずは今回ベルギーに移籍するチームでしっかりと僕は成長したいと思うし、そこでしっかりと結果を出せばもっともっと僕も上へ行けると思うので、もうまずはしっかりとチームで結果を出す、試合に出るということを目指してやっていきたいと思います。本当5年半といえば長かったなと思いますけど、僕の中ではあっという間だったなという思いがあるし、本当に最初は試合に出れない時期もあって、試合に出だした時期もあって、本当いろんな迷いもあったし、そういった中でもここの鹿島のチームメイトだったりスタッフであったりファンサポーターの皆さんであったり本当に励まし続けてくれたし、本当に全然、試合で結果も残せない時期もあったし、そういったのを我慢して本当に使い続けてくれたっていうのも感謝してますし、本当ファンサポーターの方たちも本当よく耐えてくれたなと思うし、
そういうやっぱ支えがあったからこそ今の自分がいると思うので、本当にこの鹿島アントラーズが僕は大好きですし、本当に僕に関わってくれた皆さんに本当に感謝したいです。まあ、たくさんありますけど、やっぱり最近の試合になると、まあ、やはり去年の最終節のジュビロ戦なんかはやっぱり忘れられないものにはなりました。本当、あんなにいいスタジアムはないと思うし、あんなにやりやすいスタジアムはないと思うぐらい僕は鹿島スタジアムが好きだったし、あのピッチでプレーできる喜びが毎試合あったし、後ろには真っ赤なファンのサポーターの方たちがたくさん来ていただいてたし、本当にモチベーションというか自分の気持ちもいつも上がってて、いいプレーを見せたいなと思って、最後にはしっかりと勝ちをみんなで喜びたいなと思ってたし、本当に毎試合毎試合楽しくやらせてもらったし、まあ、あそこ以上のスタジアムは僕にはないのかなと思います。ファンサポーターの皆さん、今回ベルギーに移籍することが決まりました。シーズン途中での移籍ということで、この今のチーム状況なども理解してますし、途中で抜けることを本当申し訳なく思ってます。ですが僕はもっともっと上に行きたい、ワールドカップを経験してこのままではいけないなと危機感を持ったし、もっともっと上で自分が成長したいと思いました。もっと成長した姿を見せれるように頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。